今日ダメだもん、あれ。なんだの、弁当で買ってなくて、なんだ、海苔をめんこでも買ってんの、なんだあれは。意味わからん。はぁ、あ、もうとりあえずもうちょっと、とりあえず、近くの回転寿司屋さんに、でも、お寿司でも食って、もう一勝負するか帰るか、カウパイドでした。お寿司、めちゃくそうまかったぞこれは。初めて入った回転寿司屋さんでしたけども、めちゃくちゃうまい。やばいだろ。こんな朝からギャンブルして、お昼に寿司食って、これ人間がダメになるな、これは。こんなことしてたら。大丈夫か？はぁ、怖くなってきたな。まあ、とりあえず、また朝、来たお店に戻ってきました。打てそうな台がなければ、もう今日は終了でございます。はい、それでは、店内、打てそうな台があるかどうか、見てまいります。